おはようございます。今日は日本百名山の一つ鳥取の大山に登りに来ました。初めての早朝登山、5時半出発です。頑張ります。大山夏山登山口に向かってます。すごい綺麗な道ですね。足湯もあります。温泉もあります。モンベル大山店を通ってこの橋を渡って登山口に向かいます。もう駐車場いっぱいそうですよ。駐車場から少し歩きまして、ここが夏山登山道入り口です。おう、今回の登山コースは夏山登山口からスタートして、帰りは行者谷コースを通って帰りたいと思います。予定時間は5時間半から6時間ぐらいの予定です。山頂にトイレもあるみたいで安心です。そうやね、登り始めからすごい雰囲気のある登山道ですね。感しかしない。そうやな。ちなみに標高は、770m ぐらいからスタートで、山頂が 1700m ぐらいなんで、もうひたすら 1000m ぐらい上がっていく感じですね。ずっと階段を上がってきまして、1合目に着きました。この調子で進んでいこうか。朝早いから火は照ってないけど、ジメジメとしてるね。そうやな、雨が昨日降ったし。そうやね、昨日豪雨やったからね。まあでも登山道は全然水とかも溜まってないし、うん、歩けるね普通に。ひたすら階段を登っていく感じで、体力はいりそうですが、難易度的にはそんなに高くはなさそうです。ずっと横に荷物運ぶレールみたいなやつあるから、なんか羨ましいわ。見てください、おすごい綺麗な階段。階段やね、痩せてまうわ。はい、じゃーん、昨日お菓子の城で買ったドライフルーツを食す。いける？甘い、おいしい。甘いんや。うん、フルーティーやね。あ、ほんま。マンゴーや。なんかちょっとグミっぽい感じやな。うん、おいしい。うん。標高 1200m に到着です。これで半分来ました。ふう、あと 500m。後ろ見てええんちゃう。今や、うわぁ、わぁ、すごい開けてる。嬉しい。日本海すごい。あんま北側の海は見られへんもんな。うん、分岐に到着です。このまま大山頂上 1.4km進んでいきます。下りはここ行者登山口。こっちも階段やな。まあ先は分からんけど、下りはここを下っていくから、うん、ここから頂上を目指して同じ道で戻ってくる感じで、はい、避難小屋到着。6号目の避難小屋。へえ。ソリが見える。お前、すごいね。
今が6合目か、うん、もうちょっとだよね、気もするけど、6合目の景色を少し堪能しまして、また登り始めました。少し崩れやすそうな岩、石、うん、あるんで、まあ、石落とさんようにね、上に進むにつれて少し道が狭くなってきましたね。よいしょ、7合目に到着。すごい山頂っぽい雰囲気はずっとあるのに全然つかへん。すごい雲の中におるみたい。全然見えへんや。7合目から落石注意ゾーンです。ほんまに石落とさんように足元注意して進み中。何も見えへんけども、なんか吸い込まれそうな景色。あ、これはこれで初めてだな、こんなガスまみれ。そしてな、うん、急に木の階段に変わって橋を渡っていきます。すごい、すごいな。1500メートル以上のところにある橋。怖、お風結構吹いてるな。これガスなかったらあかんか、そんな考えたらあかんな。ガスあっても十分すごいで、十分すごいな。高山植物がたくさん咲いてます。すごいな、かわいい、色とりどり、うん、天然の花とかええこと言うやん。あ、標高あった、1600メートルやって。すごいね。え、見て、雲の巣きれ、見えるかなこれ。このガスが晴れるのはあと1時間ぐらいかなって教えてくれたんで、山頂着いたらちょっとゆっくりして、うん、ガス晴れるのを待ってみましょうか。うん、朝ごはんも食べるしね、山頂で朝やで。朝か。はい、分岐です。大山頂上 0.5 キロ左に進みます。右に進んでも山頂に合流するんで、帰りこっち側から歩いていきたいなって思ってます。おっと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 まあ一旦あと 0.5 キロね、はい。登山者の皆様へ、これより木道が長く続きますので十分気をつけて通行してください。高山植物の群落ですので絶対に立ち入らないように。あ、ここから、ここから高山植物がたくさん見れるのね、すごいな。いや、ほんま飛ばされるようにしてたなあ。植物に気をそられてね、いかんようにね。そらへの橋みたい寒くなったんでパーカー来ました。ポポさん大丈夫ですか？もう涼しいわ、ちょうど。それって何か違うことがあるかな。いや、何やろ別に。お肉失礼な、逃げて焦ったら落ちるから気ぃつけて。うわ、すごの避難小屋か。この距離まで来な気づかへんかな、霧で。泊まった旅館の人がおむすび作ってくれました。千と千尋みたいそうな、うん、おむすびを食べましょう。おお、爆弾おにぎりや、おにぎりや、やったー。いただき、めっちゃ大きいな。いただきます。あれ、
ごい霧と風で目の前に避難小屋ある、わかりますあんねんで、さすがに風が強いね。ヘッドブレーカー出しました。冬やすごいよな、持ってきてよかった。避難小屋に売店あんの？あるわ。このトイレすごく綺麗で良かったですよ。売店もあって、コーヒーとかココアとか T シャツとかいろいろ売ってました。まあ、今回はささっと降りるんでね、部屋もゆっくりせずにこのまま計算していくか。はい。そう、ほんで忘れとったんやけど、このなんか石運動みたいなのがあって、うん、下から石を持ってきて、うん、ここに置くっていうのがあるらしい。なんかまあやっぱ自然に 石が落ちていくから。そうやな、忘れとったわこういうのもあるみたいです。その力で押しされとるのな。そうそう、ようこんなでかい石持ってきた人すごいな。じゃあまた霧の中進んでいこうか。下げ山の分岐に来まして、この西室から帰ろうって言ってたんですけど、風強いんで、まあ、念のためこの柵がある、こっちからやっぱり下ることにします。見れるかも。やっぱあっち行く？あっち行こうか。あっち行こうか。急遽西室コース。あれだ、ほら。すげえ。この風が霧を飛ばしてくれてんのかな。なあ、寒いだけじゃない。ありがとう。Thank you。さすが晴れ夫婦やで。いや、これ道としても結構すごい。なあ、柵ないもんな、こっち。慎重に行こう、慎重に。晴れて景色が開けたなと思ったら、次の雲が来ました。面白いね、なんか。さあ、斜めの道もあるんで気をつけてね。綺麗ですね。登ってきた時とはもう別世界やね。何も見えなかったもんな。手はあんなにあってんな、こんな近くにな。海あったんや。はい、あの先が分岐で合流します。この道晴れたらすごいいい道でした。すっごすごっ、こんなんあったさっき。霧で全部隠れててんな。逆にさ、下りに晴れてよかったよ。よかったよ、余裕があるもん。なあ、そうやな、景色見ながらな下れるし。ほら、目的地見えたで、ここ。え、それ、あれあれ、この辺。あー、やっぱそれか。そうそうそう。見た感じ近く見えるけどな。そうか。ずっと気になってるあれさ、これ、今日降りたら行こうと思っとる、あのミルクの外みたいなとこやで、あれ絶対。やった、めっちゃ綺麗やん。まだ行けないかな。まあ、いや、そんなの降りられんからな。まだ2時間ぐらいかかるから。アイス食べたい。よし、6号目ちょっと景色見てみよう。今日は全然見えんかったもんな。全部行かれへん。あれが県が、うん、多分大山の山頂しか行かれへん。はい、分岐まで来たんで、業者登山口か、うん、来たところとは違う方から降りていきましょうか。
ちょっと険しそうな雰囲気はあるけど、頑張ろう。まあ行けるでしょう。おお、何ここ。道分かりにくいですけど、先行してくれる方がいるんで、この辺ですね。よっしゃ、行こうか。なんやろな、この道。すごい、大山の山々が見えます。この辺、大山寺、なんか神社やね。まだ下山は終わってないですけど、一旦休憩ですね。この立派な神社参拝しましたんで、あとはこの神社の道を下ろうか。そうね、大山寺から、はい、この旅館街に戻っていきます。もうここからはこういう一般道、登山道とは違うこういう道が続くと思います。なんかエンディングって感じの道ですね。ということでエンディングを。どうでしたか、大山。大山は、行きしは霧がかってるし、階段もきつかったんですけど、まあやっぱ山頂付近になると雰囲気が変わって、なんかもうそれで満足でした。霧がかってるのも良かったし、そっからの霧が晴れた時の瞬間、めっちゃ感動したな。そうやな、降りる時にな。なあ、高山植物もいろいろ見れて可愛らしかったし、登ってよかったな。よかったよかった、帰りの行者道がちょっと距離があって、足的に足やられたね。しんどかったけど、まあ、道自体は歩きやすい道でしたね。そうやね、どっちからでも帰って大夏山と行者どっちでも大丈夫なので、ぜひね、好きな方を選んで、行ってみてください。はい。それでは、はい、またね。念願のお風呂タイム。モンベルフレンドリーショップの参道っていうところにご飯いただきます。うまほー。いただきます。頑張りましたね。お疲れ。一旦ね、ご褒美に。大山牧場ミルクの里に来ました。普通に牛おるし、大山すごいし。なあ、さっきまであの上から見ててんで、ここな。